朝ね買ったばっかり、これ一昨日買ったんだけど、もうこんな風に、私がやっぱり成長点カットできてないんだね。これこっちも2日でこうなる。ピーマンくんたちがこんなに、すごくないですか。次から次と大きくなります。この子がだからもう3、4日でこのぐらいになるっていう感じです。すごいね、生きてるね。ここにもいらっしゃるし、この子もね、ほらこんなに。あ、ピーマン食べたい。ピーマンはね、生が一番美味しい、そう思ってる。うん、何でも生で食べる野菜が私は一番好き。煮たり焼いたりするより。ナスがね、全然出てこないんだよ。この間ここのお花が一つ取れて落ちちゃってたでしょ。それから全然出てこない。大丈夫かな。栄養が足りてない。肥料か。肥料だな。肥料な。あとなん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 と万願寺、こんなに大きくなっちゃった。何これ。あ、ヘンチクリンナ、ヘンチクリンナのついてる。これ何これ、これ何これ、これ何これ、なんだこれ。あ、なるほどね。マンガンジ君、こんなに大きくなってます。これも、この間の動画で見せた、この半分ぐらいの大きさのやつが、一昨日ぐらいです。2日後にはもうこうなってます。すごいね、成長。聞いた。臭い。何が？ここ臭い。何臭い？うんこ。うんこ。っていうことは、この、パイナップルミントちゃんの葉っぱを一枚、プチッと、こう、ちぎってやるわけ。あ、いい匂い。いい匂いする。うん。で、こっちのアップルミントさんもプチッとちぎってやるわけ。臭っ！臭くないよ。いい匂いだよ。そうすると、ちょっと畑仕事してる間、しばらくいい匂いがするっていう。よし、プチトマトさんもちょっとわやわやなってきたから、そろそろこっちに巻いていってやらないといけない。こっちに巻いていくな。こっちだな。それから、プルルンさん。薄皮、超薄皮ミニトマトのプルルンさん、楽しみで仕方ないんだけど。まだかな。まだかな、まだかな。スケボーダメ。キュウリさんもこれもう重たくて地面をこうやって張って育ってらっしゃるんで、そろそろこうちょっと紐で引っ掛けてやらないかね、ネットに。うん、ほらこんな重たくて上に伸びていけないんだわ。違う？違うかしら。今日は草刈りをしました。もう周りはいいわ。野菜の周りだけ草を刈りました。もうね、周りはね野原になっとるよ。野原。あ、疲れた。だいぶ育ってきてますね。もう一つ収穫してもいいやつもあるんだけど、ちょっと子供と一緒に収穫させて、子供に収穫させてやりたいなと思って、ちょっとまだ取ってないんだけど、でかくなりすぎてる万願寺くんが一ついます。後で見せますね。ナスくんはあそこに一つ、ピーマンさんは 1,2,3,4,5,6,7,8,9 個なってますね。もう取ってもいい、良さそうなやつも
あるけど子供と収穫したいので学校帰ってくるの待ってます。ちょっとこのところ忙しくて、学校帰ってきても友達と遊びに行ってくるって言われることもあるし、なかなか収穫をできないんだけど。ほら万願寺さん、これもう塔立っちゃってて美味しくないんじゃないか。でっかい、これぐらいは取ってやってもいいかな。いやちょっと子供に取らせてやりたいんだよね。これ何、ここにこういうのができるっていう体質、この子は。この子にもあるんだけど見える？こっちの子にもあるよ、こういうのができるという体質ですか。あ、やっぱりこの子唐辛子じゃない、この形はシシトウかなと思ったけど、何かわからないんですよ、忘れちゃってって言ってた前さん。これは唐辛子だよね、青唐辛子かな。はい、オクラさん。うん、この虫くんがつくんだよね、オクラさんは。でも去年あんまりにも美味しかったからまた植えたんだけど、アブラムシみたいのがつくよね。トマトも、これは薄皮トマトさんだよ。そろそろなってきてるんで楽しみだね、これは楽しみ、本当に楽しみ。薄川さん、さくらんぼのようだって言ってたからね。あとじゅうちゃんのお弁当に早く入れたいプチトマト、ガンガンなってきてるんで、あとは熟すの待つのみです。そしてよいしょ、きゅうりさんも1本2本なってますね。中玉トマトもなってます。中玉トマトなんてやったことないけど大きくなるんかね。うちの子トマト大好きなんでいいわ、こりゃいい、こりゃいい。マイクロミニトマト、これね、早くこの房ごと、ここの房ごと取って、このなんていうの、房ごとお弁当に入れてあげる日が来るとお夢見ている。おしゃれでしょ、すんごいおしゃれじゃない。3回4回ぐらいで終わっちゃうかなもっとできるかな。虫に食べられちゃう、先に虫に食べられちゃうっていうね可能性もあるからさ、よし、今日はやっと野菜の周りだけ草刈りをしたよという動画でした。あと収穫直前スペシャルでした。じゃあね。食べよ太陽。